られると領土と領海がわずかではあるが広がることになる。ところが、1986年、硫黄島の近くで海底火山が噴火。細長い島が形成されたが、波により浸食されていき、発見から49日後、消滅してしまった。観測記録が残る中では、日本の領海内で噴火により島が出現し、残った例は少なく、鹿児島県にある昭和硫黄島と、今回近くで噴火が確認された西之島だけだ。西之島では、1973年に噴火で島が出現。西之島新島と名付けられた。その後、潮流などの影響を受け、西之島は一つの島となった。以前、西之島に上陸した際の映像。黒一色なのが新島、わずかな緑が見えるのが旧島だ。島がつながった後、入り江は塞がり、湖ができていた。海面にはわずかしか出ていないような島でも、海底から見れば高さ4000メートルの巨大な山となる。海底火山が噴火する位置は大抵決まっており、これが浸食されたりプレートの影響で徐々に移動していく。25メートルの海底です。北硫黄島近くの海底火山近く